象庁のレーダーによる解析では、静岡市南部三田付近で午前9時までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降っています。気象庁は災害の危険が迫っているとして、記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。午前9時過ぎには静岡県の硫黄崎で 41.2 メートル、伊豆諸島の伊豆大島で 39.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。また、午前9時までの1時間には、静岡県が静岡市清水区に設置した雨量計で91ミリの猛烈